ょっと待ってって言ってもアイシャドウの他のアイシャドウ取るだけなんだけど。へいへいへい、ごめんね。いや。ママいるよ。ママね。もう一個入れなかった。ああ。もう一個。一日ぶりのおもちゃん返されてみて。ごめん。なんかそんなんやったらもっと念入りに。そう、勉強しとったけん。ごめんね。じゃあリップ塗ろう。そう、ももく組が出来上がりました。なんか顔がむくんでる、ふきふき。なんかむくんでる気がする。なんかね、今日ね、私ね、目のシャドウの塗り方をねの動画をちょっとね見たんですけどね、ちょっとうまくいくかな。相変わらず可愛いです。本当ですか？ありがとうございます。画面越しに吹かれた。吹いちゃった。この片っぽない、ここのアイシャドウのこのふわふわ抜いちゃったんですよ。どこ行ったのみたいな。なんかこれ取れるの、これ取れるよ。それがどっか一個行っちゃった。どこ行ったんだ、私のふわふわに。おメイク講座しようかな。ちょっと待ってよ。こっちでよ。こっちの行方不明してない方を使おうかな。めっちゃピンクだけど。でもね、ショールームあんま色がつかないんだよな、多分。そう、こっちはのくやつじゃないよ、スポーンって。でても目やるだけだけど、まずはですね、このね、あう見えちゃう。光があった。ここでほんとはもっと大きいさ、なんかブラシがあるといいらしい。あ、でも今お部屋ほとんど何もないので。そう、映っても何もないですよ。ツヤが出ましたね。なんかショールームはね、めっちゃねキラキラめっちゃね見えるんよ。光があるからかな、多分。そう、ポイントは広めに塗ることです。前髪伸びた？切ったんだけどな。あら、念入りに広めに塗れます。そう、配信の前に見える。
て、もう全然わかんないんだけど、このやつね。もう何色系が好きかな。なんか茶色、薄い茶色みたいな。ももから L 来てた、よかった。そう、今日はね。でも、もうね、そんなにわかんないんで、見た動画の半分以上短くしてお送りしております。だってわかんないから。でもなんかアイシャドウのさ、塗り方めっちゃ覚えようと思った。もーちゃんから会えるかな。多分タイミングだね。ごめんよ。で、ちょっと中の方に目尻のに濃いめに塗る。そう、なんか目が大きくなるメイクみたいなを勉強してるんけど、難しくて。私結構いつも目とかほとんどなんか塗ってないイメージがあるかなって思う、みんなからした。目頭だね、本当だ。とてもいいメールよかった。2日連続でサヤから L って言ってると嬉しい。ここで言わないと、それサヤルームで言わないと。あるでしょ、そう。でね、どうしようね。どうしよう。私ショールームの画面で見てるからさ、自分の顔がさ、どれくらい濃くなってるかあんまり理解してないんですよね。そうなんですよ。でもなんか、で、キラキラの中間色みたいなやつをなんか真ん中に塗るらしい。ここに置いたらいいのか、この下に。おう、おう、外れた、外れたよ。どうやって直すの。外れちゃった。あ、オッケーオッケー。壊れてないよ、外れただけだよ。そう。戻りっこなのよ。でもね、ブラウン系のメイクより今はピンク端に入れたい人なので、目尻だけピンクにする。壊すの早くないよ。遅いよ。ピンクそう入れるとイメージ変わるかも。どうしようかな。もうね、紹介できるほど上手くないんですよ。だから
参考にしないことはおすすめします。はい、もーちゃんの真似して予約しようとしてるの。でね、ここの下にもキラキラ入れていく。メイク道具をいっぱい見ないといけないと思った。我々が参考にしたらお話し会で恐ろしいものありますよ。どういうこと？でも私の不器用な方だからメイク下手なの、めちゃめちゃ下手だと思う。ただし勉強不足かな。コメダイヤさんメイク白塗りそう。お姉ちゃんのメイクとかどうだろう、あんま使わないかも。なんか最初使ってたんですけど、最近自分の集めてきて、初メイクはよさこいがあったので意外に早いです。でもやってもらってるって感じかな。チックショー。ママがいつもね真似しとった今までこんな声になりました。したらどうなっちゃうの。あ、頑張ろう。まあ他のメンバーのことは言わないのあ、リンコちゃん可愛く映ってるからね。リンコちゃんはめちゃめちゃ可愛いよ。よさこいメイクするんだよ、意外に。意外にというか、なんか人に、チームにもよるけど、バリバリなんかあのアイシャドウとか入れるチームとか、ももはあの上町さんとかで踊ったので子供チームなんですよ。だからメイクその時はあんましてなかったかな。よさこいないと男でもメイクする。あ、そうなんだ。私ね、今まで踊ったのって大体女性ばっかりのチーム、ほとんど、もう本当に女性ほとんど9割女性の方のチームなんかな。サニーちゃん、マチ、うん、もういたとしてもなんかちっちゃい男の子みたいな、あの年、子供のね、だったからもう私見たことなかったそうですね。こんばんは。人にメイクするの、人にメイクしたことないトラックとか住人トイレとか、うーんはすごいなって見てた、いつも。新しいスマホに変えたらもっちゃん色薄くん、え、そうなの、なんでだろう、なんでだ。今日も可愛いね、ありがとう。寒くないの。寒くないよ、お家の中だから。
固めやってない、固めメイクしてるやつになっちゃった難しいね。なんか別の色のパレット欲しいな。今度見に行ってみようかな。前も iPhone12 にしたから夢におうちゃんが見えると恥ずかしいやって、恥ずかしいやがやが、恥ずかしい。舞台見てて思ったけど、おうちゃんの自然の動き変えるの本当に嬉しい。おうちゃんは 5G 使えないよ。ももは11だから使えない。テールは上がってるの？早くなったのか。いいね。今日もマイペースだ、多分自分は。喋り方が。固めでいいもん。昨日の放課後ホームルームで、みゆみゆさんがもちゃんの名前連呼してた。え、なんでだろうごめんね。画質いいのに、もものと。もものね、ぜひ見てくださいよ。収めてくださいか取り入れる？塗ってないから上がんなかった。耳かわいいもちゃん、おねっちん。タピオカ仮面なんですよね。誕生日まで残り2週間だね。なんか嬉しいけど、みんなにおめでとうって言ってもらえるからワクワクなんだけど、なんか自分がさらに子供っぽく見えるんだろうなと思うと、なりたくないって思う。ちょっと分かってほしい、この気持ち。なんか今日は僕の誕生日です。あ、おめでとう。インチネにしてねそう、なんかももは見た年齢より子供っぽく見えるって言われるから、16歳になったらもうその1段階年齢が上に行くってことだから、そのもっと子供っぽいってなるんだろうなと思うと、それはそれで嫌だなって思ったり、永遠の15歳でいたいなって思う。結構高校生になるのも信じられなかったのに、16歳になるのもっと信じる。なんで？もう頑張ってメイクしてる。メイクに1時間半かけて、髪に1時間半かけて、頑張ったら、もしかすると15歳くらいには見えるんですよ。あ、でも配信10時までできるのめちゃくちゃ嬉しい。けど本当に余計子供っぽく見えるのだけは嫌だ。18歳のおもちゃんが想像できま、できる？できますか？でもね、耳かきしてない方が大人っぽいとは言われる。永遠にサルちゃんの妹って言われちゃう。やだー。
やだ、あの子はまだモモの妹だから。モモの妹だから。なんかサルちゃんに言われる言葉、本当に中二の方が大人っぽかったっていう言葉にねえちょっとって、本当になんか子供っぽくなったのかなと思って、そう見えるんだと思って、そう、でもサルちゃんも1年前の方が大人っぽいって話をしてて、この間一緒にね、でモモも1年前の方が大人、あ、じゃあ子供っぽい、え、大人っぽいし、サラちゃんもってやって、なんでだろうねって話をしてた、お互いが。お互いにね。モモだよ、もう正直者だから、お二人のことなんか気使うっていうより、いい意味で何でも言える仲なので、なんかそう普通に言うんよ。二人のババミが増してる、増してるんかな。いやでもサラちゃんはなんだろう、今思うと普段はめちゃくちゃ笑ってるじゃん。でモモが1年前に見たサラちゃんの写真って、なんか昔アイドルやってた写真とかを見せてもらってるからかもしれない。舞台というか、そうステージに立ってるサラちゃんを見てたから、1年大人っぽーってなった。今はねもうめっちゃ笑ってくれる可愛いサラちゃんなので、身長は残念ながらサラちゃんの方が 2,3 センチ高いですね。からもっと伸びてるかな、サラちゃんが。うん、今のモモちゃんってたまに大人っぽい表情するの？そうなの？でもなんかサラちゃんは本当にステージに立ってる時になんかもう普段と違う、めっちゃ普段はニコニコでめちゃくちゃ可愛いサラちゃんで、ステージではめっちゃかっこいいから本当にすごいなって思う。もう何回見ててもすごいと思う。今日もね動画見ながら思ってたんですよ。肉まんのギフトなくなったら、あ、食べれない。でも両方好きなんだよな。トゥルーですのおもちゃんはドキッとする。本当に？やった。ちょっともっと磨こう。まちゃんはステージ上がると緊張するからな。でも最近はなんだろう、楽しいの方が多いですね。想像してた16歳の自分とギャップってある？どうだろう。いや16歳の自分はもっと身長が伸びてるはずだった。我々としてはペロペロ剣でギフトがなくなったのが痛い。なんだ、みんなペロペロ言うんだもん。私は15歳ですよ、まだ。なくても言うけど。ドライブのさ個人チャットにさペロペロペロって来るんだもん。めっちゃ笑ってるよもう。あ、来たと思って。そう、
諦めたらそこで終わりですね。ちょっと最近は諦めずにちょっと頑張ってる。キャー、足が。そう、今日下はズボンですね。ドライブでもちゃんの暗号メール送った。めっちゃむずかった。むずいと思って。出荷どんどん大人っぽくなってる。よかった。わざとサボる。なんか自然になっとった。意識とかって。勇気出してワークマンは予定しちゃって送ってみました。お、いいね。読んでますよ、全部。回答も来たけど、回答来てもむずいよ。見て、これこの間ゲットしたゲームセンター限定のやつ。大人っぽくなりたい人はウサも、ウサパちゃんも買わないの？いいんじゃないか。かわいい。もじゃもじゃ。限定品。昔の電話ってそんな感じだったの知ってる。これね、自分で撮った。900円くらいで撮れた。なんかモーリーファンタジー限定って言ってて、それでなんかちょっと、ね、でもなんか使えない汚しちゃいそうだから。黒電話好きもあのカチャカチャするもん。高知のさ、図書館に黒電話じゃない、緑だけど、そのやり方なんで2回やったんだろう。2回違う、あの、こうやってやるやつがあったんですよ。それ好きだった。ダイヤル式、そう、ダイヤル式の公衆電話があって、そう、で、高知にはだいたい今はもうピッピッて押す式の電話なんですけど、たまにあるんよ、ダイヤル式が。どうなんだろう、もう広島とかにはないんかな。これね、中はね、何も入ってないよ。こういうのが入ってる。タグ。テレフォンカードね、友達使っとった前。なんかあの、あれでしょ、公衆電話に使えるカードみたいな。そうそうそう。昔スマホでもダイヤル式に設定できるんだったら。そうなの、いいね。公衆電話はもうめちゃめちゃ使ってた記憶がある、高知にいた頃は。公衆電話減ってるよね。でも高知県にはめっちゃある。めっちゃあるのかな、多い方だと思う。でも、もうテレフォンカードが、だって、あー、もう噛んだ、だってゲットできるのか。わかんない。わかんなかった。高知県民スマホ持ってない。持ってるよ。なんか持ってるけど、学校とかがなんかあのあれなんですよ、スマホ使っちゃいけなかったので、
持っていけてないから公衆電話使ってるとかそんな感じでしたね。ママ迎えに来てくれない、今終わったからみたいなそんな感じでした。駅とかに大体あるよね。私は図書館と駅にあるイメージが多いです。あとデパートとか。いで、うん？電車バト？捕まえよ。絶対操れん。操れん。とってもいそう。みんなもう全国の駅にはあるのかな。昔はコンビニあったな。お、そうなんだ。この前スマホの電池切れた時に公衆電話のありがたみ知った。それな、わかる。私も充電切れてやばいって思ったことがあって、広島に来て。でも広島のどこに公衆電話があるかわかんないじゃん。でスマホも見れないから調べれなくて、でもどうしようって思った時があった。あの政府で切れなかったんだけど結果的に。でもなんか公衆電話って大事だなーってなんかすごいね思うの最近は。災害の時には便利よね。あ、使えるの？交番いたら電話貸してくれた。あ、そうなんだ。でももう緊張しちゃう、交番に行くの。すいません電話貸してくださいっていうのめっちゃ緊張しちゃうもん。モバイルバッテリー意外にね、あの持っていかない人間なんですよ。スマホをバスに置き忘れた時に公衆電話で自分のスマホにかけて見つけた。すごいすごいすごい。でも私通知鳴らないようにほぼしてるからさ、聞かないんだよな。そう、交番だと迷子だと思われちゃうもん。確かにこの年で言ったらなんか迷子とかなりそう。地方公園の交番わかるわかるよ。交番悪いことしてなくても緊張するね。なんかね、うーってなる。何もしてなくても普通に道歩いてるだけでも緊張するもん。こんばんみん。迷子になったことは今のとこほとんどない。一回もないかな。スーパーの中で探されたことはあったけど、私の特徴ってスーパーに行くと絶対自分の見たいものすぐ行くんですよ。なんかママについていくんじゃなくて、もう自分でスッ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 って言って、お菓子コーナーのところにいたり、お魚コーナーのところにいたりするから、いまだに「あ、おった!」って昔ね、ママがそのいる時は。なんかよくパパとかにも言われてた、ママにもパパにも言われてて、でお姉ちゃんの場合は連れ回す。こっち見たいから来てって。そう、お魚コーナーには常に行きますね。そう、会える時はね、一緒にスーパーでも行きたいので。魚眺めてて美味しそうなのあったら買う。悩むな。はじめまして、はじめまして。
水族館は天国やん。いやーやだ。なんかね、今欲しいものはそう、水族館、あの宮島水族館にあれがあるんだって。コツメの、コツメカワウソのぬいぐるみとか、クジラじゃないか、クジラじゃない、なんだろう、なんだろう、イルカわかんないけど、ぬいぐるみ売ってるらしくて、それをアンナちゃんが持ってるやつ、そう、あのアンナちゃんが持ってるやつがめっちゃ大好きなの、いつも可愛がってるんですよ。あー今日もコツメちゃんいるって。だから自分もなんかぬいぐるみ欲しいって思った。そう、アンちゃんが持ってるやついつも借りてるんですよその、あ、会ってる時によしよしって。四国水族館めっちゃ行きたい、てか本当に行きたい、マジで行きたいジンベエザメのぬいぐるみ、えー、それもいい。そう、戯れてる。で、私あれじゃん、サラちゃんちの犬にも会いたいって言ってるじゃん。けどサラちゃんちの犬は噛みつくらしくて、でも本当にあの動物のなんて言ったら慣れてないんですよ、触るのとか。そう、四国メンバー水族館好きだ、え、めっちゃ好き、めっちゃ好き、もう普通に可愛い、もう。そうで、なんかまだ甘噛みかもしれないけど、そう、噛みつくらしくて、もう本当に触りたいけど触れるかなって今不安なんですよそう、噛みつかれるのサラちゃんだけでは、あ、そうなの？なんかサラちゃんに今日聞いたから、小さい犬でも本気が見合いたい。もうなんか昔どこのお家だったか、友達の家かな、友達の家の犬にあの追いかけられて家の中で、あれめちゃくちゃ、あのその子が噛むかなんて分かんないのに追いかけられるからめっちゃ逃げて、もう走りまくってなんかね、誰のどの友達、どこのお家の友達の犬だったか覚えてないんですけど、なんか本当にあのその犬は、あの、もう申し訳ないけど別の部屋で、そんな自分がさ苦手、可愛いからめっちゃ好きだけど慣れてなさすぎてビビリなんです。スキンシップのつもりだった、そうなんだと思う。なんか噛む感じで追いかけてきたってよりは、かまってかまってみたいな感じで、あの追いかけてきてくれた犬だったんですよ、かわいい。なのに自分はそう、自分はそう、そうなんですよね。もうビビリだから触れるようになりたい。逆に噛み返すしか、怖い怖いできない。おーちゃんひどい、ひどいの、うん、おーちゃんが逃げてるの見たい。それサラちゃんにも言われた。なんかサラちゃんがうちのサブっ子は噛んでくるよって言ったから、なんかももはもう、もしかすると逃げ回るかもって言ったら、そう、見たいって言われて逃げ回るおーちゃん絶対可愛いみたいなって来たんですよLINE で。そう、45分、じゃあ47分になったら読んで、お休みメール送れるかな、47分になったら。そう、サラちゃんとは仲良くなれそうだって、もうそうなんですよ。
もうももはね触りたいのにね。アイスレーダー思いっきりラブリーな顔今日いけるかな。生まれ変わったら噛まない子犬になるからよろしくね、うん、よろしくね。ポメが好きもポメとチワワとトイプーが好き。かわよすぎんか。あーでも中3の頃に中3時とか中学校の時に友達が飼ってた犬はあの柴犬だったんですけど全く噛まなかった。そうすごかった、おとなしかった、めちゃくちゃ。ポメ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 メポメポメ、愛子人には飼われたい。でもめっちゃあの可愛がってくれそう、愛こじ。なんか飼ってるのかな動物、わかんないけど。そう、めっちゃよしよししてくれそうね、わかる。次はじゃあギフト読んできます。隕石さん、とうとうありがとうございます。ももに帰ってもらいたい。ももよしよしするよ。グンディさん、かわいいありがとう。ドラゴンさん、ミラーボールありがとうございます。タンポポのお酒さん、えらいありがとう。シンジ君さん、えらいありがとう。ぶんちゃんさん、えらいありがとう。両手。ほほわさん、えらいありがとう。ドラゲンさん、えらいありがとう。サッシーさん、えらいありがとう。ドラゲンさん、花束ありがとう。うみさまさん、かわいいありがとう。えらいもありがとう。たーちゃんさん、えらいありがとう。かずさん、かわいいありがとう。つかしゃさん、花束ありがとう。えっとさん、えらいありがとう。スケモンさん、バラありがとう。タレモンさん、えらいありがとう。お母さん、えらいありがとう。両手にあると頭を抱えてるみたいになるかな。天神さん、えらいありがとう。タレモンさん、お花もありがとう。タレモンもありがとう。ルドさん、コアありがとう。フィリリさん、ハートありがとうございます。ガチさん、お疲れありがとう。ひでくんさん、ハートありがとう。ひろさん、くまちゃん、ありがとう。ありがとう、くまくま。かわいい。あ、サンタじゃん。サンタ、かわいい。まぼろしさん、ハートありがとう。ひでくんさん、ハートありがとう。お疲れさん、たくありがとう。台湾よろしさん、ハートありがとう。たーちゃんさん、お花ありがとう。ハートもありがとう。やめうちしたくはなかったよ。ピピピピさん、えらいありがとう。たんちゃんさん、グッドリームもありがとう。しいたけさん、バラありがとう。ゆうくんさん、えらいありがとう。あざしさん、えらいありがとう。ゆうけきとさん、えらいありがとう。奇跡の左足さん、えらいありがとう。ミシェルボーイさん、えらいありがとう。それでは読んでいきます。13位のピーさん、ありがとうございます。12のふみさん、ありがとうございます。もうちゃんに甘がみと見せかけてピロピロ。あじいちゃった。11のババルシさん、ありがとうございます。10のやめちたくまのぐたいピピピピピさん、ありがとうございます。9のおやすみんとさん、ありがとうございます。
昨日天神さんありがとうございます。昨日のそのままが尊すぎてどうしよう。だからまた着るね。七位のビリ君さんありがとうございます。改名しました。いいちゃん。姉ちゃん命名。五位のごいちゃんまい。6位のドラガンさんありがとうございます。もちゃんのショルマおいしすだよ。おありがとう。オアシスの意味が分かってない。待って待って、後で調べる。ごめんよ。恋の台湾よろしさん、もうか好き、元気、グッドナイト。元気ですよ、もも。 Thank you。 良いのたらいもさん、ありがとうございます。3位のたちゃんさんありがとうございます。もうちゃんに噛まれたい、痛いぞ。2位のしんじくんさんありがとうございます。ももこぐみ、ももこぐみかわいいでしょ、ももこぐみって。1位のひろさんありがとうございます。これからすき焼き食べます。あ、すき焼き。いいな、うらやましいぞ、ありがとう。癒しの泉みたいな、お、癒しの場所ってことか。お、ありがとう、オアシス覚えました。言葉自体知ってるけど意味が知らんかった。言葉は聞いたことさあるけどか。あれ、呼ばれた、呼ばれた。ごめん。もちゃん好き焼き、もも好き焼き、ありがとう。痛いのはご褒美です。はん。ごめんね、うん、もも言葉を知れて、言葉の意味が知れて、もも勉強になりました、ありがとう。それではメール、間に合わなかったらごめんなさい、書きます、ありがとう、またね、バイバイ、好き、ありがとう。